河野太郎さん期待してるよ。産経ニュース2018年11月7日。元徴用工と WTO、2つの提訴で国際社会に韓国の不当性周知。記事によりますと、政府は11月6日、韓国による自国造船企業への過剰な補助金支給は国際的な貿易協定に違反しているとして、世界貿易機関 WTO への提訴に向けた手続きとなる二国間協議を要請した。このタイミングで踏み切ったのは元徴用工をめぐる訴訟と無関係ではなさそうだ。政府は日本企業に韓国の元徴用工への賠償支払いを命じた10月30日の韓国最高裁判決について、日韓関係の法的基盤を根本から覆すとして、韓国政府に早期の対応を求めてきた。だが、韓国側の動きは、鈍いまま1週間が経過した。だんまり決め込み、うやむやに。しかしそうはいかの金玉やっちゃな。私の動画は、政治ネタを基盤に、漫談、雑談、ちょっとした知識を入れていただくっていう感じで、お送りしてるんですけど、そうはイカの金玉ってなんやねんって思いまして、デジタル大事戦、そうはいかないということをシャレて言う言葉、そうはイカの金玉ってシャレて言うっておかしいな。まあよ、知らなかった方は一つ賢くなりましたねということで、そういう下品なことは言わない方がいいと思いますって言いたい方はもう見なくていいです。で、聞き戻る。河野太郎外相は6日記者会見で、韓国最高裁判決についてこういう判決を出すというのは暴挙だ。これは二国間の問題ではなく、国際法に基づく国際秩序への挑戦だ。と新たな表現を用い批判を強めた。韓国もお父ちゃんと全然違うから、うっそんやろな。で、菅義偉官房長官も記者会見で、韓国政府の対応次第では、国際司法裁判所、ICJ に提訴する考えを重ねて示した。もうね、さっさと提訴。貿易の問題は本来、元徴用工の訴訟と別のベクトルで動いてきた。ただ、多国間の枠組みの WTO 提訴に踏み切れば、最高裁判決の国際法違反とともに、韓国の不当性を国際社会に印象づけることも可能となる。二つの提訴には政府のこうした狙いが読み取れる。世界が韓国から孤立してしまう。振り上げた拳は下ろしたらあかんで。ガンガンいかなあかんで。訴訟という形で。